でも確かにすごい三角筋。そこ？あれなら飛び込みもうまそうだね。はい、上腕にときもきれい。だからそこ。すいません。レイちゃん、上腕にときレイ君が泳げないということを踏まえて新たに組み直してきました。レイ君、なんですか？県大会に出場することから逆算して遅くてもあと1週間で泳げるようになってもらいます。1週間理論的に無理ですよ , 笑ってる場合じゃない。はい、そうでないとこの練習メニューがこなせないの。そのデータ全部自分で調べたんですか？一応マネージャーだから。筋肉のデータまで。でもやっぱりデータだけじゃわからないこともたくさんある。おせ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 、まこと早く小せえ、もっと腹から絞り出せ。特にレイ、恥ずかしがってんじゃねえ。はい、ラスト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 。あ、ちょっといいんですか勝手に。だから勝手に人のうちに。昨日お兄ちゃんと何かあったの？いえ、明日はお互いに頑張ろうという話をしただけです。ってなんでお前がここにいるんだよ。話は後です。今は応援を。ゴーさん。龍ヶ崎くん、ついにフリー泳げるようになったのね。いえ、泳げません。え、でもこれフリーリレーでしょ？はい。僕はバッタしか泳がない。どういうこと？いいの？フリーだからバタフライでも OK です。リンさんは部長という柄ではない気が。何言ってるの？お兄ちゃんの筋肉はどこをとっても部長クラスでしょ。なぜ誰も来ない？だから言ったじゃないですか、チャームポイントはやめましょうと。レイ君だって途中からノリノリだったじゃない。まあまあ、僕たちが水着で校内を練り歩く。嫌ですよ。レイ君のケチ。そういう問題では。せっかく準備したのにこれでは。ひょっとしてレイ君雨男？違います。だったら筋肉コンテストも。いい加減筋肉から離れたらどうですか？どうしてもってねじ込んだらしいですよ。あれ、でもゴーちゃんがいない。あそこにいます。ゴーちゃん審査員？そうよね。レイ君毎日泳ぎの勉強してるんだし。あ、確かに可能性としては十分にありますが、やはりあれ以来。それだけだ。私日曜日にレイ君見た。本当？うん、花ちゃんと一緒にお菓子の材料買いに行ったんだけど、なんか声をかけづらい雰囲気だったの。これは一体。レイ君、悩みがあったら何でも聞いて。もう一人で悩まなくていいのよ。ゴーさん、何の話ですか？あ僕が恋？何ですかそれは。違うの？当然です。そんな非理論的なものに僕が惑わされるわけがない。じゃあなんでケーキ見てたの？それはたまたまケーキが食べたくなって。じゃあ毎日毎日どこ行ってるの？ですから野暮用ですと。野暮用って何？野暮用とはつまり野暮、すなわち美しくない用事のことです。そのここで口にするのははばかられるというか。それでは僕は今日も野暮用がありますので失礼します。あの人、なんて素敵な腕頭骨筋なの。じゃなくて、これってまさか。私見ちゃったんです。一体何があったの？ゴーちゃん、それが、そんなことあるわけない。あの人がレイ君の相手だなんて。本日皆さんに集まってもらったのは他でもありません。他でもなければ何なんですか？余計なツッコミ入れない。はい、ゴーちゃん怖い。次レイ君。いいでしょう、僕のお弁当をとくとご覧ください。緑黄色野菜も豊富、色彩学の理論をもとに盛り付けにも徹底的にこだわりました。
いかがです？この完璧なまでの美しさ。レイ君、63点。そんなバカな。美しさにこだわるあまり栄養バランスになってない。肉が圧倒的に足りない。タンパク質をもっと。これじゃ筋肉が成長しない。ノー、高い。いいでしょう、水泳部マネージャーとして。ちょっと待ってください。今の話おかしくないですか？なぜ食材を買いに行った店で水着を売ってるんですか？ああ、食材っていうかプロテイン。こんな完璧なメニューを。ゴーさん、今まで筋肉バカだと思っていたことを謝りたい。いいのレイ君、私の方こそ理論バカだと思ってたから、お互い様よ。そんな理論バカだなんて。だってレイ君にぴったりでしょ。でもこのメニューすっごいハードだよ。どうしたんですゴーさん、気分でも悪いのか？ゴーさんは去年見に行ったそうなんですが。とにかくすごかった。確か生駒桃太郎君、君に関するデータは全て僕の頭にインプットされプロファイリング済み。銃を捨て降伏すれば進呈しようじゃありませんか。このゴーさんの写真を。なさあどうです、ゴーさんのあんな写真やこんな写真。そんなわかりやすいトラップにモモ君が。くださーい。かかった。僕の完璧なブービートラップを見破るとは。やりますね宗介さん。お前が理論バカだってのはゴーから聞いてたからな。